今日お忙しい中ありがとうございます。とんでもないです。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。エンパイアステートビルディングがあって森山さんにとってニューヨークってどういう場所ですか？毎回仕事が あってきてたのかな。でもその私楽しみ上手なんで、その隙間はむちゃくちゃ歩いて1万歩近く歩いてます。新年特別インタビュー2日目の今日は、日本のトップシンガー森山良子さん。ジャズのレッスンでニューヨークを訪れた森山さんにたっぷりお話を聞きました。1967年、この広い野原いっぱいでデビュー。その透き通った歌声と抜群の歌唱力でフォークソングの女王と呼ばれると、1969年新境地となった歌謡曲禁じられた恋がミリオンセラーに。その後も数々のヒット曲を生み出し、国民的歌手として活躍してきました。森山さんが歌を歌い始めたきっかけって何だったんですか？もう4つぐらいの時から、私はもう本当に何をしても下手くそで、ぼんやりしてるし、ただ歌を歌う時だけはみんなが、家族とかでもね、みんな親戚の人でもみんながちょっと喜んでくれる顔をしていたんで、もしかしたら私ちょっと上手いのかもしれないって、もう小さい時からその気になってまして、14歳の時に父と母に、私は今から歌い手になるから、勉強も嫌いだし学校辞めさせてほしいって言ったら、もう父と母がもうとんでもないって言って、父と母も音楽の世界にいましたんで、音楽の世界がそんなに甘いものだと思ったら大間違いだって言って、それでちゃんと基礎を積んで、しっかり声を作ってから、その父と母の言うことを聞けば高校卒業したら歌ってもいいよって言われたんですね。それでその14歳の時から、クラシックを、学び始めて、今年でデビュー58年目を迎える森山さん。クラシック、ジャズ、フォークなど様々なジャンルの歌を歌ってきました。一番こう思い出のある曲とかってあるんですか？曲ですか、はい、それはとても難しいですね。やはりサトウキビ畑っていう曲をデビューしてすぐに作詞作曲なさった寺島直彦先生が、涼子ちゃんって言って私の家まで届けてくださったんですね、譜面と歌詞を。でその時に私はこんなにすごい、その本当にあった深い戦国語ですし、深い気持ち、私自身は理解もできないし、歌うことは不可能だって思っていたんですけれども、少しずつ少しずつ蓋を開けていくうちに、だんだんこれはこの10分以上という長い時間の中で、みんなでひたすらに平和を祈る歌なんだとか、この歌からなんかこう知らなかった社会を教えてもらうっていうか、そういうことがあるっていうことに初めて気がついたり、あととてもやっぱり中身の深い深刻な歌ですから、どうしても深刻になりがちなのを、なんかそのサトウキビ畑っていう人が私のところに来てポンポンって肩を叩いて、涼子そんなに深刻に歌わなくていいよって、ただここにあるメロディーと歌詞をお客さんに伝えればいいだけなんだよ、テクニックとかそういうことじゃないんだよっていうふうになんか教えてくれたような気がして、私にとっての課題曲でもあったし、この曲と出会ったことがやっぱり自分自身のものの考え方っていうのもすごくこういろんな意味で教えてくれたなっていうふうに思います。そして今も世界で
戦争が起きていますが、はいはい、そうした中でこう改めてこのサトウキビ畑という曲を歌われるときに、はいはいはい、こう込める思いっていうのはありますか？そうですね、やっぱり私自身もお客様もいつも涙が出てくるんですよね。こうやってずっと50何年間も歌い続けていて、果たして歌にどれぐらいの力があるんだろうかとも思いますし、みんなが戦争に反対しているのにそうじゃない人たちがこんなにもたくさんいて、やっぱり人間と言って欲張りだし、乱暴だし、人間っていうのはもっともっと進化を遂げていくものだと思っていたのに、進化しないんだっていうことをなんかまざまざと突きつけられたような気もしますし、でもやっぱりみんなで一緒にこの曲を間に置いて、みんなで平和を考えることが、まあ、私たちにできることなんだなとも思いますし、はい、夏の日差しの中で歌手としての人生の中で、はい、ターニングポイントっていうのはありましたか？ターニングポイントっていうととても難しいですけども、そうですか、まあ、若い頃は一度結婚に失敗して、その頃はもう歌手を辞めて結婚生活に入ろうって思ったことがあったんですけれども、それもちょっと破局でしたので、なんか家の中でこれからどうしようかな、でも私には歌しか歌えないしなって思っている頃に、やろうよやろうよって、また歩き出そうよっていうお友達が音楽会に向いてくださったので、じゃあ一回だけコンサートしてみようよっていうことで、日生劇場の1週間っていうのをね、1年半ぐらいお休みした後にだったんですけれども、もう1日目に幕が終わる時にわーわーってやって、カーテンが降りた瞬間に、無理、私はこれやめられないって、だからもうそれからは二度と歌を、どんなことがあっても歌をやめるっていうようなことは絶対に考えもしない、口にも出さないし、歌を歌うことによって自分がピシッと成り立っていくんだったっていうことを、そこで初めてその失敗によって気づかされた。フランク・シナトラやナット・キング・コールの編曲も手掛けたアメリカの作曲家ゴードン・ジェンキンスとアルバムを制作したり、シェルブールの雨傘など数々の映画音楽を手掛けてきたフランスの作曲家ミシェル・ルグランと、1996年にカーネギーホールのステージに立つなど、日本国内外の名だたる音楽家たちと共演してきた森山さん。2004年にはニューヨークのジャズの名門ブルーノートで名テナーサックス奏者マイケル・ブレッカーとライブを行いました。なんかこうスケジューリングとして、あ、なんかみんなでブルーノートでやりたいねみたいな感じで、まあそれが実現したんですけれども、今こうやって勉強に来ていると、私は果たして本当にジャズのライブをブルーノートでできていたのだろうかっていう、なんか独りよがりのジャズ的なライブだったんじゃなかろうかっていうふうに思ったりしますね。日系二世のジャズトランペット奏者森山久志さんとジャズシンガーの母の影響で、家にはいつもジャズが。これまでジャズの曲目も何度か歌ってきた森山さんですが、今回ジャズピアニストとして活動する大江千里さんとアルバムを作るため、改めてジャズを習いにニューヨークを訪れました。
アメリカで生まれたアメリカのそのジャズのリズムの取り方とかそういうものを初めて知ったっていうような、なんとなく歌を聴いてきたけれどもその詳しく解明しながら聴いてきたわけじゃなくって、あこんな感じこんな感じ大好き大好きって言って思いながら歌ってきたり聴いてきたんで、ドゥダレレレドゥダレペッペみたいなそのシンコペーションとその強い強弱の、取り方みたいなものを改めて勉強をするっていう立場から考えるととっても複雑で、なんかこう今の段階になって、レッスンを受ける新しいものを学ぶ、はい、その前に突き進むその意欲ってどこから来るんですか？そうですね、そのクラシックの先生について習うことによって自分が持続していける力をいただいているっていうこと、そして一つ一つ学ぶことが音域を広げることにもつながって、そういうことで自分が知り得ない知識を少しでも、もうちょっと吸収力が少なくなってしまってもっと若い頃にすればよかったって思うんですけれども、なんかすごく楽しまれてる感じしますね。すごく楽しいですね。ものすごく難しいんですけれども、ものすごく楽しいですね。だからこれが全部習得できればきっともっともっと楽しくなるんだろうなって思うんですけれども、アメリカという土地はいかがですか？森山さんにとってアメリカってどういう土地でしょうか？そうですね、また西海岸と東の方ではまた全然香りが違って、はい、私の父は、サンフランシスコで生まれ育った日系二世なんですけども、あちらだとなんかちょっとたおやかな感じで、ここはもう常にいろんなものが弾んでいて、ブロードウェイでハミルトンという素晴らしいミュージカルを見たんですけども、何度も涙して、そしてもう終わった後にブロードウェイの街並みがもう看板一つ一つが大きくて、もうすごいもうギラッキラでわーと思って、なんかもう心の底からこうなんだろう、湧き上がるこうパッションみたいなのがありますよね。音楽一家で育った森山さん、森山直太朗さん、そして娘の奈穂さんも同じくミュージシャンとして活動しています。なんかこういろいろ読ませていただくと、とても家族仲のいいご家族という印象を受けるんですけども、そうですね、きついことはいつも言われます。あ、そうですか。はい、私はずっとツアーに出ていて、ちょっと偉そうなことを言うと、自分いなかったくせにっていうふうに、自分たちは寂しい思いをしながらも自分たちで生きてきたっていう、それは否めないと思いますね。小さい時に娘がママいつもどうして他のママみたいにお家にいないのって言われて、それで、あ、ママはねお歌が好きだから外に行ってお客様に歌を聴いていただくためにいろんなところに行ってるのって言ったら、そんなに歌が好きなんだったら毎日うちで歌ってればいいじゃないって言われて、その時は本当になんか切なく寂しいんだろうなっていう気持ちは、今もやっぱりそれを引きずって、私自身がね、そのことに対してもみんな50歳とかね、みんな大きくなって自分も子供を持つ身になりましたけれども、で同じ世界に行ってお子さんたちにこう、アドバイスとかされるんですか？例えばご両親がね、こうご自身がこう歌を歌いたいって言った時に、ご両親がこう、はい、ちょっと待ちなさいって、こうしなさい、はい、しなさいっておっしゃいましたよね、はい、そういったことは母は何今日の声とかね、ビブラートが多すぎるとか、もう常に私にもう文句を言って、一回も褒められたことがなくって、
って、まあ、彼女が亡くなる少し前に私が割とこう、クラシカルなアルバムを作ったのでそれを聞いてもらったら、よかったあなたまだこんな声が出るのねって、それが初めて褒められた初めてのことだったんですね。だから私自身も息子にも娘にも最初はすごく厳しく滑舌が悪いとかもっとこうしたらって言ってたんですけど、まあプロフェッショナルですから今の自分の音楽を自分が歌いたいように歌っていくっていうんで、もう私ももう言う隙間がなくなって、それぞれがそれぞれの活動をしていくのが一番いいのかなって、はい、でもまあそれも仲のいい家族の秘訣かもしれませんね。そうかもしれないです ね。あんまりいやいやいやって言っちゃうねうるさいなってゴローワーズというタバコを吸ったことがあるかい？ジャン・ギャバンがシネマの中で吸ってるやつさ。歌は生きる糧、残された時間の中でもっともっと吸収してステージで披露したいという森山さんの自分らしさとは。はちゃめちゃもうなんかそれこそクラシックの中にジャズを入れ込んでみたいとか、なんかやっぱり音楽に垣根とか境目を持たないようなミュージシャンに なってみたいって、いとこが亡くなっての中息で、いつかムッシュの曲を歌ってみたいって思って、ゴロワーズを歌ってみたいって思っていたんで、自分が持っている低い声っていうのをなかなか使える場所がないっていうか、もうデビューの時に私の高い声の方を皆さんが見つけちゃって、これキー低くしたいって言っても高い方がいいって、だから、自分の中にある低い地声っていうものをもっともっと皆さんにたくさん聞いてもらいたい、出てくるといいんですけどFCI ニュースキャッチをご覧の皆様、私はこの度ニューヨークに来て本当にたくさんの刺激を受けました。でもこれがあと20年前30年前だったらもっともっと吸収力が早かったんじゃないかと思って若干後悔しています。でもいつでも始めるのは遅くないって思いますので、自分の興味のご興味のあることどん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 進めていって、ぜひ豊かな日々を楽しく送って、またアメリカでの生活を、楽しく堪能してくださいね。どうもありがとうございました。